かな大輪の花を咲かせるボタンとシャクヤク。これからの季節を彩る2つの名花ですが、よく似ていて見分け方が難しい花といえます。そこで今回はボタンとシャクヤクの見分け方についてご紹介していきます。ボタンはボタン科ボタン属の落葉低木で、耐寒性は強く耐暑性は弱いという特徴があります。開花期は4月から5月で、新しい葉が出てから咲き、晩春の花といえます。続いてはシャクヤクについてです。シャクヤクもボタン科ボタン属ですが、木本ではなく草本です。耐寒性は強く耐暑性は普通。開花期は5月から6月で、新しい葉が出る前に咲き、初夏の花といえます。同じボタン科ボタン属の植物であっても、ボタンとシャクヤクは全く別の花ということが分かりました。ではここからは見分け方についてご紹介します。まずは葉の違いです。ボタンの葉はツヤがなく切り込みが入っています。シャクヤクの葉はツヤがあり切り込みが入っていません。続いて香りです。ボタンはほとんどの品種で香りがありませんが、シャクヤクはバラ風の香りがします。そして散り方にも違いがあります。ボタンの花は花びらが1枚ずつ一気にパッと散るのに対して、シャクヤクの花は開花した状態でそのまま下に落ちて少しずつ散っていきます。これからの季節を彩るボタンとシャクヤクの見分け方を覚えて散策すると、さらに季節を楽しむことができそうですね。今回ご紹介したトピックスはお天気ニュースチャンネルからご覧いただくことができます。ご活用ください。